こんにちは、速稼塾の久保です。今回は2030年になったらシリーズでございますけども、第1弾はですね、まあ車の未来とそれから旅行の未来、まあこれは鉄道と言ってもいいかもしれませんね、旅行の未来と3つ目は買い物の未来、これ2030年にどういうふうになってるかってことをこれからちょっとお話していこうかと思います。まずはね、2030年に、まあ、車なんですけども、まあ、今自動運転車っていうのがもうね、だいぶ発展してきまして、これがね実装されるのが大体2030年前後だと言われてるんですね。まあ、ですんで自動運転車っていうのはメジャーになるんじゃないかなと思います。そして車の所有率はガクンと落ちますね。で、個人で車を所有する方っていうのは相当ね車の好きな方で、もうね車にいくらでもお金使う方ですね。もう本当趣味のレベルになってきます。今でも馬車を持ってる人って少ないんですけども、いるんですよね。で、馬車の維持費ってむちゃくちゃ高いです。馬を飼育しないといけないですし、手間もかかります。と同じようにガソリン車を所有する人っていうのはものすごく手間をかけて、ものすごく好きな人でしょうね。まあ旧車とかアメ車っていうのを乗ってらっしゃる方とか今いますけども、一つのイベントになってますよね。まあ私も1980年代のトランザム83年式を持ってるんですけども、やっぱり車検もね、特別なとこじゃないと受けれなかったりとか、メンテナンスとか部品とかね、えらいめんどくさいんですよね。そのトヨタのディーラーではね、触ってもくれないんですよね。で、オートバックスに行ってももうね、メンテナンスしてくれないんですよ。まあそんな感じです。まあ、そのぐらい2030年っていうのは車の自己所有っていうのはものすごくねマニアックになってきて、もう本当にね高いレベルの趣味になっていくんじゃないかなと思います。で、ほとんどの人は安価な、まあ、レンタルの自動車を、まあ、乗るんじゃないかなと、単なる移動手段と割り切って、まあ、サブスクリプションとかね、今始まってますけど、そういうのとか自動運転車がその辺にぐる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 自動で、動いてますんで、そこにこうポンと乗るって感じですよね。まあ、ですんで家に車庫っていうのはほとんどの家ではもう必要なくなるんではないかなと思いますね。そういうふうにして2030年車っていうのは超二極化になっていって、金持ちが乗って、所有するというものと、多くの人はあの 公共交通機関みたいにポンと乗ってね、必要ない時は自分の手元にはないっていう状態になるんではないかなと思います。そしてもう今でもね見かけていると思いますけど、空飛ぶ車っていうのも出てきますよね。プロペラみたいなのがついていたりとかね、翼がついていて車のまま車庫からガレージが出て道路で滑空して空を飛ぶみたいなね、まあ、安全性の面で今はまだ許可出ないと思いますけども、2030年ぐらいには、まあ、タクシーを中心に空を飛ぶような車とかね、出てくるんではないかなと思います。まあ、三次元航行用の新しい道路交通法ってのもできるかもしれないですよね。高度をどのぐらいに保って、例えば地上100メートルまではタクシーが行って、地上500メートル前後を運送が行ってみたいな感じになるんではないかなと思います。じゃあ車の未来はこんなものかなと思いますよね。皆さんどのようにお感じでしょうか。そしてね、2つ目なんですけども、移動の未来ですよね。これは JR を中心とした、鉄道に大きな影響を与えると思いますけども、まずはねハイパーループって言って、何ですか、チューブの中をちょっとだけ空を浮かんだね、もうなんか電車みたいなのがバーンとね時速1200キロぐらいで進むみたいな構想がありますけども、これはね構想があって技術的には可能でも、土地の買収とかそれからハイパーループっていうループのね、この管の建設工事とかっていうのがやっぱ30年ぐらいかかるんじゃないかなと思いますので、実際はイーロン・マスクさんが言ってるようにハイパーループの時代は来ないんじゃないかなと思いますけども、リニアモーターカーは始まるでしょうね。本来リニアモーターカーは日本でとっくにできてるはずなんですけども、静岡の川勝知事がなぜかねこのリニアモーターカーに反対していて、静岡はちょっとだけ通るんですよ。で、そこの建設工事ができないんで、リニアモーターカーは今のところ東京大阪間ですら動いてないんですよ。ただこれが開通するとなると、東京大阪間は30分ぐらいになって、また新しいイノベーションが起きるんではないかなと思います。そして静岡の川勝知事が反対する理由っていうのは、中国が世界に一番先駆けてね、日本に先駆けて世界で初のリニアモーターカーを完成させるところに加担してるんではないかなと言われてます。で、まあ、どちらにしてもリニアモーターカーは2030年には中国なり日本なりで実現してるというのが私の見方ですね。で、リニアモーターカーで、ものすごく早く移動できるものですから、東京と大阪が一つの都市みたいな感覚になるんではないかなと思います。これはまた大きなね、リノベーションが起きて大阪本社っていう流れも結構増えてくるんではないかなと思いますし、
人口のバランスっていうのもだいぶ変わってくるんですよね。本当に都市集中型の、まあ、夜明けになるんではないかなと思います。地方はますます廃れていって、東京大阪間にある中核都市っていうのは過疎にもう急転落すると思いますね。そしてあらゆる道路網っていうのは、だんだん使われなくなっていくということになるきっかけになるのが2030年かなと思っております。じゃあ3つ目なんですけども、買い物の未来がどう変わるかってことをちょっと考えてみましょう。私はね、オートショッピングっていうものが、まあ、始まるんではないかなと思います。2030年、生活消費財を中心に始まっていきます。例えば皆さんの家にも米びつってあるでしょ、お米を入れておく、ほらなんかストッカーみたいなのが、じゃああそこが電子制御になってオートストッカーがなってくると、米びつのねオートチップが始まると思うんですよ。例えば1ヶ月に平均7キロのお米の消費をする家庭があるとしたら、1ヶ月に1回7キロ分のお米が送られてくるみたいなね、オートチップが組まれていて、そうは言っても多少上下すると思いますんで、ちょっと過剰在庫になってきたら、そこはもう米別がね自分で計算して、あ、なんかここ数ヶ月米の消費があんまり進んでないから、ちょっと次のオートチップは絞ろうかなとかね。で逆に米の消費が激しくなってきたんで、これは追加発注をしようかなっていうふうに自分で考えて、自分でお米屋さんに発注して、でアマゾンから届くみたいなね、そんな流れが来るんではないかなと思いますよね。これがだからオートシッピングってものです。2030年には十分これ実用化されてるでしょ。まあ使う人が多いか少ないかは別にしても、技術的には絶対可能ですしね。でこれを真似てウォーターサーバーを家庭に置く流れもありますけども、ウォーターサーバーも水を自動発注してくれて、残り、水のボトルがね、あと1個になったら追加発注を自動的にかけてくれるみたいな、そんな感じにもなるんじゃないかなと思います。そして今ではね、オフィス以外にもコーヒーメーカーをね、バリスタみたいなのを家庭に置く方が増えてますけども、これもコーヒーのネタがなくなってきたら自動発注してくれるとか、1日に何杯ぐらいこの家ではコーヒーが出るかなっていうのを計算して、それに応じて米の、あ、米じゃないの、コーヒーの粉をね自動で届けてくれるみたいな、そんなオートシッピングが始まるんじゃないかなと思ってますね。まあこれをだからずっと展開させていって、服ですとかお肉ですとか生鮮食料品ですとかね、その他まあ電球とかね、こういったものも自動的に発注されるような形になるんではないかなと思いますけど、皆さんいかがですかね。2030年の車の未来、それから移動の未来、買い物の未来についてちょっとお話ししてみましたけども、この動画が2030年にどういうふうに答え合わせになるか、非常に今から楽しみだなと思っております。皆さんもね、どんな2030年が来るのか今から想像してみると面白いかもしれませんね。それではパート2でお会いしましょう。